今日はですね、ドンタンビーチの近くにありますグランドカリビアンリゾートインパタヤにやってまいりました。ドンタンビーチの近くって言ってもですね、ちょっと1キロぐらいあるんで、まあソンテウンも出ている通りなので、ソンテウン乗ったらね、ジョムティエンビーチとか、そうそう、そっちの方も行けるし、反対向きのね車線のソンテウン乗ったらウォーキングストリート前ですね、それからビーチロード、セントラルパタヤまで走っていくことができます。まあ僕はドンタンビーチとかジョムティエン一押しなんで、ちょっとねこっちの方にも遊びに来れる、しかもセントラルパタヤも楽勝で行けるというね、なかなかいい立地にありますね。グランドカリビアンリゾートインパタヤということで、この海賊船パイレーツオブカリビアンの世界観ですね。あ、こっちに模型がありました。これが全貌なんですけど、これ結構ね高いんですよ。30階建てのメイン棟に8階かな9階建てかなのこの4つの建物からね、まあ合わせて5棟からになるんですけれども、いやー、いつも通ってる場所なんですけれども、こんなコンドミニアムが、こんな世界観が広がってたなんて知りませんでした。このコンドミニアムのすぐ近所にバンコクスワンナプームまで行くバスのバス停がありますしね、それからスーパーマーケットもありますね。このスーパーマーケットがですね、まあ立地上結構西洋人の方が利用されるということで、品揃えがかなりいい感じですね。でまあ近くに飲食店もたくさんありますし、バーもね、マッサージも何だってあります。都会の喧騒からちょっと離れて広いところがええねんけど、そんなに離れたくないななんていう、そんなわがままな要望に応えてくれる、なかなか魅力的な立地ですね。過ごしているとね、なんとなく分かってくるんですけど、 この場所っていうのがね、バランス取れてて、どこ行くにも便利なんですよ。長期滞在なんかで住むにはもう絶好の位置だと思いますね。ここは屋上です。今回泊まらせてもらったビート、これ8階建てだったかな、それの屋上になります。この囲まれた空間の中にですね、1000以上のユニットがあって、そしてみんな暮らしたりするんですけれども、ちょうどこの屋上から見下ろすとこんな感じになります。プールがね、そうそう、水の音がずっと聞こえてて、このプールが印象的なコンドミニアムなんですけれども、周りにねあんまり高い建物もなくて、ビーチが見えてめちゃめちゃ気持ちいいですね。海風がやばいです。これこの手のコンドミニアムってプールが下にありますから、屋上ほとんどね使われることないんですけれども、もうこの風が気持ちいいのと景色が気持ちいいのと、布団なんか干すとき時々使いますね。さあそれではですね、ちょっとメイン棟のエレベーターで30階、まあ、これ28階29階あたりかな、まで来て、ここから階段ですね、階段で上がっていく感じです。あー軽いですね。これがね、このメイン棟の屋上ですね、ここで29階ぐらいになるのかな。これもう一発上あるんですけれどもね、今なんか工事中みたいな感じでした。景色はねもうむちゃくちゃいいですね。さらに上がりまして、こんな感じです。じゃんとね、これかなり気持ちいいですよ。あ、ヘリポートありましたね。ちょっと外見てみましょうか。こっちが、あ、こっち山側というか町側というか、あの奥の方にね海も見えますけれども、ジョムティエンとかナージョムティエンの方ですね。下こんな感じです。じゃあちょっと反対側見てみましょうか。あの奥に見えるのがセントラルパタヤの海なんですけれども、はい、ここドンタンビーチの、あ、これウォーターパークがあるとこですね。いや、これ広大な土地が森のまま残ってますけれども、左側にはジョムティエンの方です。この屋上すごいですね。360度見渡せる。しかもこの屋上の一番トップにルーフトッププールありました。ここはね今回ちょっと閉まってて入れなかったんですけれども、いや、この眺めがやっぱり最高ですね。ちょっといつも通ってるんでめちゃめちゃ気になる下の空き地なんですけれども、こんな風になってたんか。この広大な空き地の中心にポツンと家あって、なかなかびっくりしましたね。なるほど、上から見ないとわからない世界ですね。そうそう、ここの空き地からね犬が大量に出てくるんですよ。道走ってたらね犬がワンワンワン言ってね、そういう
なんか犬がよう出てくる森やったなぐらいにしか思ってなかったんですけど、上から見るとこんな広い森やったんですね。ここの階はね、多分スイートルームかなんかのテラスなのかな。ちょっとこちらも今改装中で、これ開いてますね。ちょっとね、一般公開してないような感じなんですけれども、まあ、見た感じの景色こんな感じです。内装のね、工事中っていう感じで、部屋の中はまだ見れませんでしたけれども、はい、というわけで同じメイン棟の4階に降りてきました。4階はね、こうやってスポーツジムがあります。かなり広いですよ。ちょっとね、僕もトレーニングしてみたんですけれども、やっぱりね、気持ちいいですね。こうやって窓の外にプールが見えて、日の光もめちゃめちゃ入りますしね、すごく涼しくて、でこうやってね、広々と、本当にね、贅沢な空間です。ここで毎日筋トレしたらめちゃめちゃ気持ちいいですよね。このコンドミニアム生活には必ずジムとプールがつきもんなんですけれども、まあ、僕もですね、リゾートワーク、一番大切なのが健康だと思うんですよね。健康って言っても心と体の健康、体鍛えてたら心前向きになるし、心前向きにしてたら体もね、健康になりますよね。でこのジムをちょっと出ましたら、なんとこの向かいにサウナがあります。このサウナがね、また広いんですよ。昔はね、ちょっとこれ男女に分かれてたみたいなんですけれども、もう今はね、男女に分かれてなくて、一緒に利用できるような感じです。ロッカールームとトイレとシャワーがあるんですけれども、もうかなり広いですね。広くて明るい。この奥がサウナですね。隣にスチームサウナがあります。このように個室でね、シャワールームもありまして、あ、こちらにトイレもありますね。はい、これがもともと男性用だったのかな。中見てみましょうか。おー、広いですね。結構いい感じです。こちらがスチームサウナ。またね、後ほどゆっくりとサウナ来たいと思います。じゃあちょっと出ましてですね、このメイン棟から出たところ、プールが広がっているんですけれども、このプールにありました、この船ですね。洞窟です。もう本当にね、カリビアンパイレーツの、まあ、ディズニーランド行ったらそういうアトラクションありますけれども、そんな感じのノリなんで、子供さんとかめちゃめちゃワクワクするに違います。結構走り回ってましたよ、ここ。でこっからね、あの右にこの船あるんですけど、船にも登れます。こんなね、滝の中をこう歩いていってね、あ、そうそう、ここのコンドミニアムのコンセプトがホームページに載ってたんですけれども、あなたの休日を家にするっていうようなことが書いてあったんですね。まあ休日が、まあ、日常になるっていうか、普通遊びに行くような遊園地みたいな、テーマパークみたいなところで過ごせるっていう、もうほんとね、僕自分が子供の頃、こういうの夢に見ましたよ。自分の住んでる家が遊園地やったら、なんかテーマパークみたいやったらええなみたいなね。いや本当に夢のような暮らしのできるコンドミニアムなんですが、ちょっと入ってみたいと思いますね。こちらが、今日泊まらせていただくお部屋です。わあ、全体的に広々としてますね。こちらで40平米ぐらいあるのかな。寝室とリビングがセパレートになっている、ワンベッドルームです。シンプルな作りでね。こちらがキッチン。ちょっと上ね、何入ってるか見てみたいと思います。あ、食器ですね。もうこれで何不自由することなく滞在することができます。だいたいね、こうやってね、必要なものは全部用意してくれてますので、このコンドミニアムっていうのは、まあホテルとちょっと違ってね、調理器具なんかも全部あります。1日借りるのも、1ヶ月借りるのも、1年借りるのも同じような感覚でね。そうそう、本当にね、気軽に Airbnb とかブッキングコムとかアゴダとか、そういったところで申し込むことができるんですね。今回僕は1泊900バーツですから、まあ3000ちょっとぐらいですかね。こういったコンドミニアムはですね、1日借りるよりも、まあ、10日とか1ヶ月とか、そういうのでレートがね、かなり安くなります。ここでね、1ヶ月1万バーツから出てましたね。まあ日本円にして3万6、7000円ぐらいですかね。いやでも普通にありえないでしょ、これだけの部屋で。このベッドもめちゃめちゃ広かったですよ。そしてこれだけの施設でね、そうそう、テレビとか冷房とか冷蔵庫とか食器とかベッドとかソファーとか、そういう家具も全部ついてるわけですから、もうカーテンとかもね、いやほんまにありえないです。これがトイレですね。トイレも
なんかちょっと広いですね。そしてこの奥にシャワールームがあります。なんか間接照明あったりして、ええ感じの雰囲気でしたよ。まあこんだけ明るくて広々とした部屋に住めたら言うことないですね。ほんとね、結構広いんですよ。これベッドの横にこのソファーありますけど、このソファーも広げたらベッドになりますしね、かなり広々としてましたよ。ベランダもねかなり広いです。でこのベランダからはプールが見えますしね。あ、そうそう、寝室の窓から見た景色もこんな感じです。めっちゃ気持ちいいでしょう、この朝からね、青空。あ、これちょっと近所のスーパーで買ってきたチーズ、ハンバーグ、そしてサンドイッチですね。さあちょっとね、外に出てみたいと思うんですけれども、こんな景色が広がっております。いやー気持ちいいですね。もうここは本当に一日中水着でうろうろできるコンドミニアムです。正真正銘のリゾートですね。この共用スペース、プールとかね、テラスがむちゃくちゃ広くて、もう至る所でゆっくりできるんですよ。パタヤのコンドミニアムはですね、ジムとプールがついでで当たり前っていうところがあるんですけれども、このようにですね、共用の部分がどれだけ充実してるかっていうようなところがすごい魅力ですよね。まあ会社とかね、お店とかに勤務して働く方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、僕の場合はリモートワークっていうかリゾートワークですね。このノマドワーカー的な生活をしていらっしゃる方にとったら、こういうね、いつも住んでいる環境がいかに快適で、そして心地よくてリラックスできるかっていうのがすごい大切でしょうね。ちょっとゴロンと寝転んで日光浴してみました。まあ、ここの奥にもですね、なんかあるみたいなので、ちょっと歩いてみましょうか。こういう通路がありまして、奥の方に行きますと、これ右側僕借りてるところですね。じゃん、また洞窟みたいなやつの中に、おお、ジャグジーがありましたね。これプライベートジャグジーっていうか、ちょっと隠れ家的でいいですよね。すごい日陰で冷たくて気持ちいい。いや、こういうね、ちょこちょこと楽しみがいっぱいあります。ワクワクさせてくれますよね。こういうアトラクション的な、なんかエンターテインメント的な楽しいコンドミニアム時々あるんですけど、僕はこういうのが大好きですね。とにかくですね、一日中水着で過ごせる。ジムもプールもサウナもロビーも全てが快適。これこっちの生活に慣れてきたらビーチもいいんですけれども、ビーチよりもコンドミニアムのプール、プールサイドとかビーチの方がね、清潔感があったりして何かと居心地いいんですよね。ちょっとプールこれ入ってみましょうか。ここね、滑り台の降り口がありますけれども、ちょっと歩いてみたいと思います。もう日の光が注いでね、めちゃめちゃ気持ちいいでしょう。いやー癒されますね。最高、最高ですわ。このコンドミニアムのプールでこう泳いだりね、ゆっくりしてるとめちゃめちゃなんか脳がリフレッシュしてね、すごい整うんですよ。日陰見つけてね、スマホとかパソコンでお仕事したり、動画編集したり、メールのやり取りしたり、そしてちょっと気分転換にこうやって泳いだり、いやもうこんな環境ね、ありえないですよ。もうどんなとこに住みたいって言われたら、こんなところに住みたいってはっきり言えますね。でもこれだけのね、プールとかその共用部分、共用スペース、いろんなジムとかね、いろいろあるんですけれども、これ全部メンテナンスすごい大変やと思うんですよね。常駐してるスタッフがね、何人もいてますので、ずっと綺麗にしてくれてますけれども、ほんまね、ただひたすらありがたいですよ。あ、ちょっともうプール、これ滑り台見つけたんで滑っときましょう。いや子供たちはね、何回も何回もこうやって滑り台滑るんですけれども、ちょっとこっち歩いてね、別のところも見てみたいと思います。さっき見たこの船ですね、カリビアンオブパイレーツの船ですね。船から見た景色こんな感じになります。上上がってみたら、おっ、こんなところにいてました。船長さんいてました。海賊さんっていうかね。で、こっちにも、おー、ここにも
プールが、あの滑り台がありますね。ちょっとこの滑り台も滑っときましょうか。もう荷物持ったままドボーン行ってまいりましたね。いやー気持ちいい、ゾリ飛んでいってしまいました。まあこんな感じでね、かなり広いプールになるんですけれども、この船の横から大砲のところから水がずっと出てるじゃないですか。でさっきのところもね、滝みたいのが流れてずっと水が流れてるんですよね。だからここのコンドミニアムはもうずっとね、水の流れる音がしてます。でもプールに住んでるっていうような感じですかね。ちょっとゴーグルつけてね、泳いでみたいと思いますけど、こんな感じでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。青い水がね、床のタイルが青くてね、そしてビーチみたいにね、ちゃんと砂浜も用意してあって、これパタヤのコンドミニアムなんですけれども、ここカリビアンリゾートでは1000ユニットぐらいあるんですけど、こんな感じでね、いつも空いてます。あんまり人いてません。もうこれはね、どこのコンドミニアム行ってもそうなんですけれども、ほとんど人がいてなくて、もう貸し切り状態ですごい優雅に過ごせますね。まあ、土日ぐらいになったらちょっと人がね、降りてきたりするかなみたいな感じなんですけど、毎日毎日ね、みんなこうやって泳ぎまくってるっていうわけではないんですよ。もちろん別荘として購入していらっしゃる方や、それから、まあ、投資用としてね、所有しててほとんど来られないっていう方もいらっしゃいますでしょうし、まあ、住んでたとしてもね、部屋でゆっくりしてるとか買い物行ってるとか、まあ、いろいろあると思いますのでね。だからこういうコンドミニアムのプールは本当いろんなとこ行かしてもらってますけれども、もうほぼ空いてます。こんな空いてて、こんな貸し切り状態でええのって思いますよね。あ、やばい、今これちょっと焦ってね歩いてますけれども、耳に僕あれしてたんですよ。耳にイヤホン、 Bluetooth のイヤホンね、それがなくなってることに気づきましてね、多分滑り台滑った時にこのプールの中にドボンしてしまったんちゃうかなと、ちょっと捜索ですね。いやあるかな、あったとしてももうこんなん水没して使われへんのやろうな。あれ、ちょっとキラッと光る白い物体発見、これか。あ、もう一個あった、これや。うわー、完全にこれ僕耳につけたまま飛び込んでましたね。いや、あってよかった。これ乾かしてたらまた使えるようになるんかな。いやー、せっかく買ったばっかりで気に入ってたのにちょっとショック。まあええわ、こんな日向でね乾かしてたら奇跡的にまた使えたりするようになるかもしれへんし、今はちょっと電源入れずにね、まずは乾かしてみたいと思います。はい、というようなことで、遊んでね夕方になりましたけれども、もう一回ねこのコンドミニアムちょっと見ときたいと思います。グランドカリビアンリゾート、ドンタンビーチに位置するこのリゾートですが、2017年に完成しております。そして1350ユニット販売されておりまして、30階建てのメイン棟と8階建ての、4棟からなる合計5棟ですね。このようにメイン棟にはサウナやジムがありまして、共用部分のプールもね、それからビーチテラスもかなり充実しております。ディベロッパーはですね、ブルースカイグループというところなんですけれども、お部屋はワンベッドルームとツーベッドルームがありまして、35平米ぐらいから93平米ぐらいまで、いかがでしょうか。こんなところに住めたら最高ですよね。ちょっとお部屋の値段調べてみましたので、まずは賃貸からですね。賃貸は、僕が見た感じ今はね1万バーツからありました。まあ、大体1万5千とかね、もうちょっと行く部屋あるんですけど、1万バーツから安いところはね借りることができるようです。あ、ちなみに気になる購入のお値段なんですけれども、ちょっとその前にですね、この日は日本から友達がやってきまして、そしてみんなでねこちらのサードロードのイカ屋さんに行ってきました。まあ、最初はねジョムティエンのイタリアン、そしてその後バー行って、そしてまたバー行って、そしてその後またここ来て、そしてその後またバー行ってみたいな。まあ日本からお客さん来られたら大変っすよね。とにかくいろいろはしごして豪遊するんですけれども、それでもそんなにお金がかからないっていうのもこのパタヤの魅力ですね。あ、ここね今回は
誰も食べなかったんですけれども、泳ぎのイカをねそのまま調理して、いただくことができると、ま、なんかね見てたらそのイカをね生きたままなんかこのグラスみたいのに入れてそのまま食べてましたよ。これはね一遍試してみなあかんなと思いますけれども、ま、日本に帰る予定のね、お客さんはお腹壊したりなんかあったらあかんいうことでね、ちょっと遠慮してましたけれども、こんな感じのお店です。イカの専門店ですから、ね、なぜか日本語の提灯がねたくさんかかってて日本語がたくさんあるんですけれども、イカ料理とそれからちょっとした刺身とそれからタイ料理がね食べれる、あこれですね、これイカぴょんぴょん泳いでますね。これをそのまま掴んで取ってですね、そして何やらこのグラスみたいのに入れて、もうこの生きたままねシュルンと食べてしまってましたよ。こんな感じですね。わわわわわわ みたいな、ちょっと僕はまだ未体験なんですけれどもね、こういうお料理が食べれるお店がありました。みんなこうやって食べてますよね。うん、僕らこっちのグループ散々見学させてもらってね、こうやってムービーまで撮らせてもらってね、後でなんでチャレンジしてないね言われましたけれども、はい、ということでコンドミニアムね、朝になりましたけれども、先ほどですねいくらぐらいで買えるのかというお話をねさせていただいていた途中だと思います。見つけたのはですね、もう最低でも250万バーツですね、300万、それから600万、そういう部屋ありました。ところが今回見つけちゃったんですね、なんと195万バーツ、 36.7 平米ですね。同じでこちらも 36.85 平米で195万バーツ、まあこれが限界かなと思ってたらなんと190万バーツありました。マジでこんな安い値段からあんの、ちょっと待ってくださいね、これ150万バーツで出てますよ。37平米、150万バーツ。これはおそらくね、言うたらあかんやつかもしれませんね。いや、だってこんなね、値段で150万バーツですよ。普通に考えて450万。もう車買うよりもね、お手頃価格で、家が買えちゃう。コンドミニアムが買えちゃうんですよ。まあこれはね、ちょっと衝撃の価格すぎるんでね。あんまり当てにせんどってほしいんですけれども、200万バーツから300万バーツあったら、36.7 平米のワンベッドルーム買えちゃいます。ほんで400から500で2ベッドルーム、73平米の2ベッドルーム狙いますね。ほんで800万ぐらいで90平米いけます。いやこれはほんまにやばいですね。今回はですねパタヤにございます、グランドカリビアンリゾートご紹介させてもらいましたけれども、もう本当にね素晴らしいコンドミニアムです。夢があふれるね、ワクワク感いっぱいのエンターテインメントいっぱいのコンドミニアムなんですけれども、なんとこちらがですね衝撃の価格で住める、買えるということでですね、びっくりしたんじゃないでしょうか。最後にですね、公式ホームページに載っていた動画ですね、こちらの方をご覧いただいてですね、またパタヤに来られる時には一緒にこのカリビアンリゾート泊まりに行きましょう。またねコンドミニアムツアーとかも企画させていただきたいと思いますので、もしご興味ある方いらっしゃったらぜひともですね、パタヤ現地集合現地解散でね、遊びに来ていただければというふうに思います。